かぐや姫の物語は竹取物語を原作としたスタジオジブリ制作の日本のアニメーション映画。監督は高畑勲が務め2013年11月23日に公開された。キャッチコピーは姫の犯した罪と罰。高畑による監督作品は1999年の候補結居隣の山田くん以来14年ぶりとなる。高畑は 本作公開から4年半後の2018年4月5日に死去し、本作が最後の監督作品となった。日本のアニメ映画としては破格とも言える、企画開始から8年の歳月と50億円を超える制作費が投じられた。技法面では、方法結局隣の山田くんで導入されたアニメーターの描いた線を活かした手書き風のスタイルが、 本作でも使用された。加えて、背景も動画に近いタッチで描かれ、両者が一体となり、一枚絵が動くような画面をもたらしている。昔、山里に竹を取って暮らす沖縄とバーがいた。早春のある日、王は光り輝く、竹の子の中から手のひらに収まる大きさの姫を見つけ、自宅へ持ち帰る。姫はその日のうちに、人間サイズの赤子の姿へと変わり、沖縄とバーによって、 天からの授かり物として育てられる。赤子の姿になった直後から生育が早く、半年余りで少女へと成長した。姫は、少年、捨て丸をはじめとする近くに住む木地市の子供たちから、竹の子と呼ばれ、自然の中で彼らと遊びながら、天真爛漫に育つ。一方、光る竹から、黄金や豪奢な衣を授かる体験を繰り返した、沖縄、 天が姫を立派に育てようと命じていると考え、後期の姫君に育てて、飛行士に見染められることが姫の幸せであるととに、屋敷を建てて、秋に、一家で移り住む。姫は、沖縄、宮中から招いた女官の相模から、後期の姫君としてのしつけを受けさせられる。ふざける姫だが、作法は身につけていた。やがて、名よ竹のかぐや姫の名を与えられ、 成人儀礼と広めの縁が行われる。だが、酔った縁の客は沖縄に対し姫を侮辱する暴言を口にした。それを聞いた姫は屋敷を飛び出し、装束も脱ぎ捨てながら走り続け、肌着一枚の姿で故郷の山の家にたどり着く。木地市の去った冬の枯れ山で、姫は炭焼きの男から再び春が到来することを教えられる。雪の中で雪倒れた姫は、 気がつくと、元の小族をまとって、屋敷に戻っていた。以来、姫は、行儀よく振る舞った。次の春、屋敷の前は姫を望む多くの男で溢れた。ついには五人の高達、車持巫子石作巫子安倍幹大臣、大友大納言、石上中納言が揃って、旧婚に訪れる。姫を珍しい宝物に例えて称える金ちに対し、 姫は自分を思う気持ちの証として、自分と比較された宝物を、それぞれの金たちに持参するよう求めた。高達は、あぜんとして引き上げ、門前の男たちも姿を消した。これを喜んだ姫は、バーや、次女の女わらべを伴って、花見に出かける。桜の木の下で自分にぶつかった身分の低そうな、子供の家族が、ひれ伏して、許しをこいたち去ったことに衝撃を受け、 花見もせずにキロにつく。その途上、物取りの疑いで追われるステマルと偶然顔を合わせ、盗みに対する制裁の暴力を受けるのを見て、姫は悲しんだ。三年後、宝物を持参したと称する高達が現れたが、偽物であったり、姫の関心を引くために公言を浪したことが暴かれる。宝物を得るために、石上中納言が自己死したことで、姫は自らを責め批判した。 だが、五門はかぐや姫に、五人の金たちを手玉に取る女と、興味を示し、宮中に招こうとする。命に変えても出資しないという姫に、五門は、忍びで屋敷を訪れ、姫を抱きすくめて連れて行こうとする。その瞬間、姫の姿はかき消える。驚いた、五門が叫ぶ呼びかけで、姫は姿を現し、五門は、次は、自分の元に来ると信じていると、御所へと引き上げた。 この出来事以来、姫は月夜には一人で空を見上げるようになった。沖縄とバーが理由を問うと、姫は自分が月から地上に降ろされたものだと明かし、御門の来航の檻に月の助けを呼んだために帰ることになったと話す。しかし自分は月には帰りたくないと泣き伏した。バーは内密に姫を故郷の山に向かわせる。そこで姫はちょうど山に戻ってきた捨て丸と再会した。 二人は不思議な力で空中を舞い、手をつなぎ、抱きしめ合った。だが空に月が現れた時二人は離れ離れとなり、その王瀬は捨て丸には夢として認識される。捨て丸は自らの祭司らのいる、騎士たちのもとに戻っていった。八月十五日の満月の夜、武士たちが警備する沖縄の屋敷に姫を迎える天神たちの一行が雲に乗って訪れる。 天神は守りを固めていた者たちを未知の力で眠らせた。さらに、姫の生気を失わせ、その体を雲の上に招き寄せる。生気を取り戻した姫は天神に羽衣をまとうことに、今少しの猶予をこう。天神はそれを黙認し、姫は沖縄とばーに泣きながら別れを告げた。天神の女官が姫の隙を見て、羽衣を着せかけ、姫は、 一行と共に去っていく。去りながら突然気づいたように地球を振り向いた姫は地球での生活の記憶を失ったはずであるにもかかわらず目に涙を浮かべていた。かぐや姫を除き作中の登場順。読み仮名は公式サイトに基づく。かつて高畑勲が入社した。 直後の投影動画において、内田とむ監督による竹取物語のアニメーション映画の企画が持ち上がった。この企画は様々な事情により実現しなかったが、この際、高畑が総案したものの没となったプロットが本作の大元になっている。方補欠隣の山田君に続く高畑伊佐夫の監督作品企画として2000年代前半には、 平家物語が有力な候補であった。しかし、高畑から不可欠なスタッフと指名された田辺治が暴力的なシーンの描写に同意しなかったことなどが理由となり断念される。2005年頃に鈴木敏夫は高畑がかつて竹取物語はいつか映像化すべきと述べていたことを思い出し企画として提案する。専任担当者も配置されてスタートしたが、 企画を進めるのに必要な絵をイメージが湧かないという理由で田辺が全く描けなかったことで2005年末には企画は中断する。この段階では高畑は監督を引き受けることを明言していなかった。けど選記公開後の2006年に企画が再開し西村義明が担当に加わる。鈴木敏夫は 新たな企画として山本修五郎の柳橋物語を提示し、2007年に初めて田辺はキャラクターの絵を描いたが、高畑は絵を評価しながらもこの絵では映画を作れず、自分流行るつもりはないと拒否、自ら赤坂範雄のりおの小守唄の誕生をベースとした企画を提案した。この企画には1年以上が費やされ、その間に高畑は監督を引き受けることを了承したものの、 映画化は困難という結論になる。2008年春、再度、竹取物語に企画が戻り、同年5月8日に正式に決定した。しかし、準備用の絵の作業が進まず最初の担当者が降板、残った西村は脚本を先に作ることにする。西村の知人の脚本家により2009年2月に、初稿が完成するが、高畑の意向と合わず、ついで、 高畑自身が執筆に当たったものの進捗が遅かったため、坂口道子を加えて検討が進められ、10月に準備校が完成した。この準備校により、スタジオジブリでの制作が正式に決まる。これに前後して、9月29日に、準備室がジブリ本体が入る第一スタジオの一角に開設され、12月より、田辺治による絵コンテ作業が開始された。 この間、2009年10月に、高畑の新作映画が、竹取物語を原作にしたものであることが報じられ、2010年1月には、週刊、文春の記事で、高畑自身が、竹取物語を原作に、超重ギ画のようなタッチで描いた作品であると述べた。週刊、文春で高畑は、ストーリーは変えずに印象が、全く違う作品にしたいと思っています。 なかなか進まなくてだいぶ先になっちゃうかもしれませんがと語っている。2010年4月に坂口による修正が入った準備校が作られ関係者の間で高い評価を得る。6月に東小金駅南側に専用スタジオが開設され、同月には美術監督として小賀和夫の参加が決まる。だがその後も 田辺と高畑による絵コンテの進行は依然として遅かった。停滞打破に向けてパイロットフィルム制作が鈴木敏夫から社名として下り、2011年に完成したが長編映画になりうるかという点での社内の評価は厳しかった。次の手段としてキャラクターのイメージを得ることも目的にセリフのプレス校を実施することとなる。 最初のプレスコは2011年8から9月に実施された。また、絵コンテ作業の進捗改善のため、田辺以外の人物によってベースとなるラフコンテの作成が行われた。2011年秋、スタジオジブリ社内で本作と宮崎駿監督作品、風立ちぬの同時公開が決定される。西村義明は、この決定は高畑を奮起させて、 スケジュールの回復を促すために、鈴木と夫と仕組んだ大爆地だったと記している。2012年2月にはさらに広い、第7スタジオに制作拠点を移動。2012年12月13日に、風立ちぬと同日に劇場公開と発表されたが、現場では、この直前の11月に、約1ヶ月作業がストップし、制作続行が問われる事態に陥る。 スタッフ増員の上、続行と決定するが、同時公開に対しては微妙な状況だった。2012年末の時点で完成した絵コンテは96分相当で、1、4に当たる約300カット分が未完成だった。結局、2013年2月4日、同年秋への公開延期が発表された。その後、8月になって公開日が、 同年11月23日となることが発表された。絵本手の完成は2013年3月23日だった。鈴木敏夫は本作について、作品自体だけでなく、外注のみというスタッフ編成や資金集めまで含めて実験をやりたかったという意図があったと公開後に述べている。このため、西村義明からジブリスタッフによる支援要請が来ても、 鈴木は断り続けたという。また、制作遅延が深刻化した折には西村に大事なのはどっちだ作品か、高畑さんかと問いかけ、西村が作品の公開だと返答すると、それなら高畑会人だと話したことを明かしている。本作の制作決定の背景には、高畑監督作品取り分け、方法結局隣の山田くんを気に入った日本テレビ会長。 宇治家誠一郎の高畑監督の新作を見たいという意向があったという。宇治家は作品の完成を見ることなく2011年3月に他界したが、その関わりゆえに宣伝素材や作品クレジットに制作として名が記されることになった。なお、エコンテー月報掲載のかぐや姫の物語への道には宇治家からこの発言があったのは、 コモリュータの誕生の企画を進めていた時期と記されている。音楽は2012年の発表では池部慎一郎の担当とされたが、2013年に入ってから被災史上に変更された。風の谷のナウシカで被災史を起用したのは高畑であり、その後も長年にわたり宮崎駿作品に参加している被災史だったが、高畑監督作品に参加するのは初めてだった。 被災士の参加は、制作遅延に伴う公開予定日の変更により、風立ちぬとバッティングしなくなったことで可能になったもので、ある。起用の理由については、被災士が2010年に手掛けた映画、悪人の音楽を、高畑が気に入っていたことが大きいという。被災士は、音楽の制作に際し、登場人物の気持ちを表現しない、状況につけない、 観客の気持ちを煽らないという3点を高畑に求められたという。被災士はかねてから高畑作品への参加を望んでおり、映画公開後には30年越しの夢が叶った気分と述べている。本作でもジブリアニメ作品の多くに見られるように一般芸能人を多数起用しているが、その一人であるチー・タケオにとっては本作が遺作となった。 地位の担当したセリフの収録は、作画完成前に声を吹き込むプレスコ形式を採用していたために2011年には終了しており、体調を崩す前の演技が確認できる。ほとんどのシーンは地位が担当したが、彼の死後の完成間近にセリフの変更や息遣いの調整が行われた経緯録シーンの再収録にあたり、大役を三宅裕二が務めた。主人公のかぐや姫役は、 オーディションとなり、約300人の候補者の中から朝倉明が選ばれた。決め手になったのは、朝倉の悲しみ方に、悔しさがこもっていたことであると、西村義明は述べている。このオーディションには、朝倉の他に、滝本み織りが参加したが、その際滝本は、風立ちぬの直子役に推薦され、後に正式に起用された。サウンドトラックは、徳馬ジャパンコミュニケーションズ。 全国456スクリーンで公開され、2013年11月23日、24日の初日2日間で、公衆2億8425万2550円、動員22万2822人になり、映画観客動員ランキングで初登場第1位となった。公開9週目時点でランキング11位となり、 累計観客動員1849,467人、累計講習22億1,756万5,750円。鈴木敏夫は2014年5月に刊行した著書で本作の講習を25億と記している。鈴木はこの結果についてちょっと厳しかった、とても面白がってくれた人たちがいた反面、一般的な広がりが、 それほどでもなかったと述べ、差しの長さに娯楽映画として問題があったと評する一方、公開から時間が経ってから観客が増加する、不思議な動き方をしたことや高く評価する鑑賞者の存在を挙げ、高畑勲が思いの丈をぶつけた映画なので、ショックはありませんと結んでいる。2014年3月、フランスで、 同年6月25日に公開されることが発表された。2014年4月30日、韓国のテウォンメディアは韓国での風切り日を6月4日と告知した。2014年5月のカンヌ国際映画祭期間中に並行して開催されるフランス監督協会主催の監督週間に出品された。2014年6月9日、アヌシー国際アニメーション映画祭の オープニングセレモニーで上映された。北米では2014年3月12日、アメリカのガキズフィルムが上映権を取得し、今年の後半にリリースすると発表した。英語版のタイトルは、ザテールオブザプリンセスカグヤ7月に吹き替えキャストが発表され、カグヤ姫役は、クロ o グレースモレッツが担当する。9月に開催された第39回トロント、 国際映画祭に出品され北米プレミア上映が行われた後、10月17日のニューヨーク、トロント、ロサンゼルスを皮切りに北米での公開がスタートした。2015年3月13日に日本テレビ系列、金曜ロードショーにて、スタッフロールを含めた完全、ノーカットでテレビ初放送された。2018年5月18日には、高畑伊夫の追悼企画として、 同枠で3年ぶり2回目の放送が行われた。放送時間は21時23時49分。番組の最後には、高畑勲夫に愛悼と感謝を込めて、高畑勲夫さんありがとうございましたという画面の後、次回予告になり番組は終了した。第68回毎日映画、コンクールアニメーション映画賞の選票では、日本の四季と豊かな自然の中で生き、 時に荒々しく感情を爆発させ動き回るかぐや姫を生身の人間として描いた物語であり心に刺さるリアルな物語でもあったざっくりした描線で描かれたキャラクターと水彩で描かれた美術が美しく融合する個人作家が用いる手書き線を活かす表現は長編アニメーションでは困難を極めるが高畑監督はこの表現にこだわり抜き 日本のアニメーション界の素晴らしい画家たちの力を結集し実現させたと述べられている。東京アニメアワード2014で高畑勲に特別賞アニメドールが贈られた際の増賞理由には日本の誰もがよく知る竹取物語に全く新しい生命を吹き込みアニメーションというものの素晴らしさや力、さらには日本の文化や風土というものを広く強く 人々に再認識させましたという本作についての評価が挙げられている。キネマ旬報ベスト10での第4位という結果は高畑勲の監督作品としては過去最高順位であった。北米でのレビューは圧倒的に肯定的な評価が多い。映画批評家のレビューサイトロッテントマトズに集められた79のレビューのすべてがフレッシュと肯定的な評価をしている。 同サイトが2015年1月に発表した2014年の年間ランキングであるゴールデントマト賞の外国映画部門では3位となった。同じく評論サイトのメタクレティックでは90、100、映画情報サイトのインターネットムービーデータベースのユーザー評価では8.1、10と高い評価を得ている。ジオニオンのエンターテインメントサイトザエ v クラブでデビッド・エールリッヒは 尊敬されるスタジオジブリの最高の成果の一つとして記憶されることになるとし、本年度最高のアニメーション映画であると認める12段階で最高の A 評価をした。ニューヨークタイムズは繊細な水彩と活発なラインの両方が絶妙に描かれたアートワークだとして賞賛した。ニューヨーク近代美術館と評した。2017年11月。 アメリカの映画ウェブサイトインディワイアは、最も悲しい21世紀の映画20本の一つに本作を選出した。選出理由として、天から色が降り注ぎ、途方もなく素晴らしいパレードで終わるのだが、その美しさのすべてが描かれている出来事をよりそう悲しくさせると記されている。映画賞へのノミネート、受賞歴は次の通り。 アカデミー長編アニメ映画賞への本選ノミネートは、日本の監督としては、宮崎駿に次ぐ選出である。また、監督の高畑勲は2014年の東京アニメアワードで特別賞、アニメドールを受賞したが、前期の通りその受賞理由として本作への評価が挙げられている。ありがとうございます。